2軍での登板10試合を終えてまだ一度も勝てていないというねそれどころか誤敗している年間ヒストリーでこれまでの登板結果を見ていくとまあ確かに失点してるゲームが多くてそれで負けるのは納得なんですけどねただやっぱスライダーを覚えたことによってここ最近は抑えれているんですよだからね内容だけ見たら十分勝ってもおかしくないんですけどなぜか勝てない10試合を終えて誤敗していて1勝も上げられてない投手っていうのは前代未聞じゃない 絶対どっかで勝つタイミングがあるよでも勝ててない運が悪いのか力がないのかいや沢村賞を目指してる男がこの負け運っぷりはあかんからね。 沢村賞って勝率と勝利数が項目入ってるんだからまず勝たないと取れないわけなのよねただ2軍で勝てない2軍で勝てないあいつは1軍ではより勝てないより負けまくるそうなったら沢村賞取れないこのシリーズ終われないっていうことになるから次11試合目の登板は6月4日の巨人戦になるんですけどこの試合なんとかはいプロ初勝利を2軍で上げましょう 目先の結果なんてどうでもええけどこれだけ負けが続いてるのはよろしくはないことなんでね止めていかないとあ相手5番に注目山下いますね前回対決時はこの男に3打数の2アンダーを許し内容的には3打数の3アンダーだね凡退した打球もかなり強く打たれた完敗したわけですよやっぱり意識する相手ですよ同じドラフトで入った同年齢の選手なのにもかかわらず前回登板は派手にやられたんで今回 の俺にはスライダーがある前回対決時はそのスライダーがなくてナックル、ストレートどっちも打たれたんですけど新たに覚えたスライダーを軸に今回山下にリベンジしつつプロ初勝利をここで挙げるそれを目標に掲げてこの試合臨んでいきましょう地方球場での戦いもう2軍は全部ここで行ってるんでね嫌な球場ですよこの球場だからちょっと勝ててない部分もあるんだよなぶっちゃけて言うとホームランも多くなるしねどうしても 投資泣かせな球場だよわーもうやめてくれーその下の数字 <laughs> 防御率4.90はええわ別にねでも誤敗して0勝なことがあかんねんなすんごい負け運でしょこれおそらくプロスピのスタープレイヤーもパワプロのマイライフ同様シーズンオフに悪い特殊能力とかがつくイベントってあると思うんだよねその結果によって今んとこ俺の結果というのは確実負け運がつくあれやからね負け運ついたらさ ととんでもなないことになるよあれがつくと援護とかが減るんだっけなでオートですからね打線っていうのは俺が操作できるのはこのシリーズはピーマンのみですということを考えればそれがついたら本当今まで以上に勝てなくなるから本当この流れを止めないと将来的にもあかん今は1番田中俊太ね前回巨人戦に登板した時っていうのは吉川だったんですけどおそらく吉川が1軍昇格して田中俊太が2軍に落ちてきた もう6月ですからね、1軍2軍の入れ替えも多くあるよ。前回登板時にいなかったやつがいて、いたやつがいなくなってる。まあ、山下に関しては、前回登板時と変わらず5番にいるけどね。おっしゃーいいね、やっぱこのスライダーが増えたことによって、投球のパターンが本当に増えた。まあ、つってもスライダーとナックルを基本交互に投げ分けるだけなんですけどね。いや、それがええねん。これまでやっぱね、9位、1 球速のないストレートとフォークじゃないナックルを投げ続けてたからそのストレートに合わされてねスタンドを運ばれて失点して多く負けがついていたただ今やっぱこのストレートの代わりにスライダーが追加されたことによってそれで多くアウト取れますからここ5試合の防御率でいうと普通に3点台とかそれくらいの内容ですよこれまでの借金があるから防御率はまだ4点台ですけどね ここ最近という点で切り取るといいピッチングできているこれも簡単ですよ最後はスライダーこれでちょちょいのちょいとはならんのよねいややっぱ空振り取れんわ球速遅すぎてそこはしゃあないねアンダースローの使命というか宿命というかやっぱ山田久志さんですら三振率は確か4点台とかじゃなかったかな通算ねそんな高くなかったはずで現役のアンダースロー投手もそうですよ三振を奪える投手ってそんなにいない ので、まあこの辺は仕方がないね。でも三振奪いたいな。でロッテも今日は援護たくさんくれような。俺、援護の特殊能力持ってるんですよ。持っててなお、これだからね。これだけ勝ててない。まあ、決して0点ってわけじゃないんだけどね。10試合の登板の中、全試合得点は取ってくれてるんだけど。まあでも多くはねえわ。1点、2点くらいかな。平均2点。だから、それだとね、今の投球内容的に勝てないからね。今日は多くくれ。 4番の中島を抑え。さあ来ましたよ。久々の対決だ。2ヶ月ぶりの対決だね。前回対決時は3月。今は6月。3ヶ月ぶりかなんならね。前回俺が持ってなかったスライダー。まずこれから入りましょう。山下も戸惑うと思うよ。あいつ持ってなかったはずなのに。頭んない球種ですから。えそれも1球打ってきてそれでいて落ちるということで、通算3安打目を山下にまた許す。 待ってくれ、抑える術がないんだけど、てか、取ってくれ、今のはね、取れない打球ではないだろう。マジでいや、も、え、う、ー、頭になかったと思うんだよね、前回対決時持ってなかった球種なんで、スライダーを合わせてきて、そしてお前、外ア前にポトリと落とす、ミート能力、えぐいわ、本当に、うちに秘めてるね。 可視化されてるミート力は F ですよ山下はただやっぱイチロー以来となる2軍での高卒での首位打者取った天才才能発揮してますね俺との対決の中で非常に嫌だわまあ今もライバルまあ俺が勝手にライバル視してるだけですよ通算成績でいうと4打数の3安打なんだからね相手からしたのもカモ中のカモやわただいずれ1軍でこの対決が実現する日っていうのはそう遠くはないね 山下に関しては結構すぐ上がるんじゃないかな俺に関してだってまあ上がりたいけど上がれるかどうかは分からんが前はとりあえず1打席の結果のみやで打球に関してもね詰まってる打球だからね詰まらしてはいるあの打球1つでそんなに悪く言わなくてもいいかな次押さえればいえちょっと入り方考えないとね山下かなり積極的なバッターや過去の対決でも全部早打ちで もう1球2球打たれてるからねストライクが取れへんのよねあ次ちょっとボールから入るっていうのも意識した方がいいかもおーしバルガスそこにいたちょっと不安ないよねその辺ねいつもいないから今日はいたで打線でも存在感示してあんたずっと2軍におるからね助っ人選手やのに実際開幕戦使われとったやろ <laughs> なんで今使われてへんの頑張ってよ 1> あ1点入りましたねおお2点入った相手森福なんだねえちょっと待って先発大竹だったことねえか何2軍でショートスターターみたいなのやってんのオープナー的なね降りるの早すぎね大竹ほら4 9で降りてますからあーまあ失点したからってことねほんで森福が失点したわけじゃないんだ大竹が失点したまあおそらく大竹のランナーを森福が返したんでしょうねうわ暗黒リレーやな2軍ってもっとフレッシュさあるもんじゃないの 若手のとこだよね2軍のリーグイースタンリーグってすごいカレーシュ臭くさいんだけどここ、まあ、そのカレーシュ臭くさい男たちのおかげで今日いける勝てるかもしれない2点はもらったそれを守るかどうかは俺のピッチングなんだよな結局はよし4番もカレーシュ臭くさい人なんでねもうテンポよくいけるこの辺おっさんが思い切って足引っ張っとるね山下との本日2度目の対決力入るよさっきも言ったがまずボールから入るわ ボールからストレートもう釣り球として全然釣られないけどねほら古石ゼロって感じの見送り方次ここでスライダーインコースこれもねほんと積極的やわまあでも結果はファールもう一球外に逃げるスライダーはい当ててきてーライト前に落ちてーこれで通算4安打目5打数の4安打となりました対打率8割か左ですね やべえわほんまにやべえやつ一郎以上の才能をもっとるやつちゃうかあれリベンジできねえ覚えたてのスライダーを連投してるんですけどねそれが悪いのかもしれない逆にいやでも待て左ピッチャーのアンダースローが投げるスライダーを左バッターがあんな打てますか普通ね一番打ちづらい球だと思うんですけど平気で打つ怪物やないかお前それ以外の選手たちは抑えてるからね 結果として4回までゼロで来れてるけど違うよ今日の試合確かに勝つことも目的だがし3月分のリベンジを果たすことも目的やねそれが全然できてないやらしてもらえない前回対決時以上に打たれてるというね何を投げたらいいんだ今だけ教えてくれ今だけググりたい山下ー太の抑え方出るから、まあ、でも同じ悩みを持ったプロスピユーザーがいるかもしれないのでねいるでしょ 多分知恵袋あたりめっちゃ質問されてるよスタープレイヤーやってるんですけど山下ーとは抑えられませんどうしたらいいでしょうか俺も多分投稿してると思う <laughs> どうしたらいいですかって僕結構ヘビーな知恵袋ユーザーだった時期あるんでね時間があれば知恵袋をいじって質問して回答してという暗黒時代ですねピーマンあれはそこの底にいた時代ですよ思い出したくもない今はそんなことしてないですけどねこれでトゥアウト なんとか自分で見つけるしかねえわ。知恵袋のお前、回答なんて当てんなら、嘘ばかりじゃねえかよ、お前。だから自分で見つけ出そう。この対決の中でね。OK かここも0。と山下以外は抑えてるからね。勝ち投手の権利は得ました。2軍初のね。もっと援護があった方が気持ちとしてはいいから、うん、できれば欲しかったんですけどね。6回のバンド、高速スライダーを軸に。で、ナックル、ストレート。 もうストレーダーほんと、ボール球でしか投げれないからね。ちょっとここはナックルから入ってみよう。いや内容もええわ、結果、飛安打4本だから。俺の飛安打数、えっ、ー、と、1試合の登板の平均の飛安打数って、10超えるんだよ。<laughs> マジで。やっぱスピードがないからね、簡単にバット当てられて、2軍の守備能力ですからね。 まあ、通打されることもありますがその守備能力のなさによってヒットになることも多いから2軍の登板したゲームの被安打数は平均10を超えているが今日はここまでイニング6イニング目に対しての4安打だからね普通に A はそれをどこまで続けられるかいやこの4番の中島が完全打線のストッパーになってるからねこの前後にチャンスを作られることって多いんですけどただここがね抑えられてるから失点はまだしてない これからもしないかなあーって言ってたらうわ山下との3打ク目の対決3度目の対決というのはランナありのシチュエーションだね<番>今日は全部ライト方向に引っ張られてる弱い打球も強い打球も打たれているまずは自慢のナックルから入ろうこれはうわー抑えたけど まあまあいいでしょういいでしょういいでしょう武器で抑えたんだからねできればもっとド派手な抑え方をしたかったけど今かなり地味サイレントだったよねサイレントな抑え方だったまあまあまあええわええわこの際アウトできたらようやく1つアウト取れたんだからね山下からこれで通算2度目の凡退ただ6打数の4安打やからね依然対左率5割超えとるからもうこれも落ちるかー やめろ、打つんならクリーンに打ち上がれ、この野郎。いや、打たれたくはないけど。打つんならどうぞ、バントしてくれんのはありがたいね。増田陸をバントか、大きく育て上げることはしないんだね。そんなんじゃ坂本2世に絶対なれねえよ。坂本みたいに40本打てますかっていう話。これはもうキャッチャー任しとこう。柿き沼君、早く投げて。はい、嘘ー なんでこうなるのかなほんと、本当俺が取らなきゃダメだったのほんと、本当この辺のバント処理はね、互いにガバガバなんでね。これも、あ、柿沼が取ったアウトにしてくれ、早くうわ、今のもギリギリじゃねえかよ。キャッチャーも投手も守備能力がないから、からこの辺もうヒットゾーンになってるんだよね。ぶっちゃけ普通に打たれるよりバントされる方が怖えわ。こんな感じでこんなピンチか。ライトは、ファルだ。 ショットアイにストライク行き過ぎてるなここは三振が欲しいシチュエーションだ外のスライダーの反応がないのであれば自慢のナックルでいやーやめてーもうちょっと打つんなら普通に打てよーああでランナー帰る嘘でしょこれはでもホームはアウトーこれ2点目帰ったら大変だよ勝ち投手の剣に消えるんだからねレフトの型能力も良かったが今三塁ランナーの暴走もそうだよねあれで行くわねーべ なかなかの暴走っぷり三塁コーチャーに問題あんのかですね。で、レフト誰だった今。ライトは菅野で、レフトは、えっと、加藤ですね。そりゃ、この選手、なんかあ人的保障な噂もありますけどね。まだ正式に決まったわけじゃないが、その加藤、型能力が高いから。だからかな、あと三塁ランナーのミス、コーチャーのミス、壊れた信号機がいてくれたおかげもあってか、2点目は入らなかったが、1点はやった。 もう何とかこれで押さえておかないとよっしゃーこれで勝ち投手の権利は守って7回は終了ただ一点差だからなこの後の登板もそもそもあんのかどうかわかんないしなかったとして中継ぎが打たれたら初の権利消えるからねどうだ守れよいやそもそも打ってくれそうそうそうチャンスを広げてチャンスを広げて打ってよーで8回あんのかいほんまり引っ張らされんな 俺だけもう先発完投型の時代で生きてるね時代が違う周りと俺昭和周ー令和周りはめっちゃ優しく起用されてんの俺だけめっちゃ厳しいっていうね見た目で判断よね顔だけ化け物やからこれ山下また回るなピンチでまたほんでバントもうやめてくれやめてくれ普通に打ってくれ ああまたこの辺もねあーまあ三、まあ、塁が取ったアウトするただランナー二塁に進塁ここで中島はもうこれは絶対抑えようさっきは打たれだけどお前は抑えて山下を2アウトで迎えるんだ勝負どころでねラックルで決まったああちょっとああでもよかったよかった 中島がじゃあナックル投げとけ安心な部分あるなそれ以外の休止だと逆に打たれるわさあこの後期で4度目の対決です今日は3打数の2安打前回対決と変わらんが今日は4打席目があるその4打席目この後期絶対に抑えるここで抑えたらトータル的に俺の勝ちと言えるんちゃうかなまあこのチャンスですからね相手としては打ちたいと思うし俺としては打たれたくはないがどうだこれは アウトだが今ナックルねあそこまで飛ばされた <laughs> 少ない点差を守ってこれ9回表まさか行くあ,あ得点入ったホームランで追加点あ行きますねおい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 プロ初勝利もちろん公式記録にはならないが初勝利は関東での勝利っていうことになるかいや任された以上は行きましょう まこの辺はね、球数少なくいってるからだろうね。手動でやってる分、フォアボールとかね、請球が乱れることもこっちがミスらなければないので。だから、60数球でここまで来ているので、関東で行こうと。だから、俺だけね、昭和に生きてるような投球スタイルでここまで来てるんですよ。俺も令和な人になりたいんだけど、なれないな。まあ、一つ取った。それで勝てるのであれば、それでいいや。さすがにここから山下との対決はないよ。 ここから山下のとこまでつながれるってことはつまりは勝ち投手の権利消えてるってことだからねならそこに至るまで逆転されて負け投手の権利がついてるかもしれないそうはならないからもう今日は4の2それで終わるんだまた次の対決で完璧に抑えるよ最後は岸だお前だナックルあーもう勝負あるやね最後はスライダーアウトになることはもう俺は未来予知してるアウトになる未来しかないよ あおまあええわアウトになる未来しかないのは確かやからね今のでアウトになるかなと思ったけどはいよー粘りはいらないな、まあ、いいよ黄金ね君がアウトになるまでスライダーとナックルを投げ続けるからあ最後は石峰掴んでゲームセーッと目先の結果はどうでもいいけどとりあえずプロ初めての勝利をここで挙げることができた完投という形でね ただ勝った、あそこの喜びあるけど、山下に打たれたという悔しさ、今日も4打数の2安打、最後、勝負どころで抑えたのはいいですけど、ただ、ね、個人の部分では4打数2安打許してる時点で、負けですよね、今日も打たれた。 なんか抑えられへんのよね。どうしたらええのかわからん。まあ、次回対決をまたちょっと楽しみにしておくわ。今日もダメだったけど、次回こそは必ずね。あで、1軍昇格が見えてきた。2軍で存在感から1軍昇格の兆しになった。まあ、この兆しになったっつってもすぐじゃないですからね。この後もこういうピッチングを続けていかないと1軍昇格はできない。そもそもしなくてもいいと思ってるんですけどね。ただ、あー、これを続けるのであれば、早くて7月くらいにもしかしたら1軍昇格来るかもしれないね。 あ今ストレートの9位上がったねようやく G から F になったってことか、まあ、練習ちゃんとしてたからさちょっと確認していくとあやっぱりねよかったやっぱ G だと投げづらかったからね F になったことによってちょっとは投げやすさが出てくるまあ、つってもそれでも F だからね今後もストレートの9位に関しては1年目はもう最後まで上げる予定だから最終的に1年目終了時点で ED くらいには到達できていたらいいんだけどね 2軍2勝目もまた関東勝利っていうね <laughs> もう完でしかほんと勝利上げられない人になってるわ <laughs> まあでもこのピッチングはかなり首脳陣にアピールできたと思うので7月21日終わり来るんじゃないですかどうだ首脳陣の評価は上がったファンのニーズが7人増えたあ来ましたねやはり吉井コーチに呼び止められた てて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 て最近の活躍ぶりを評価された一軍昇格を言い渡されたサブマリン物語は一年目の7月21日に初の一軍昇格を決めることができました。こんな二軍成績のやつを一軍に上げなきゃダメなほどロッテは苦しいんでしょうかね。二軍で二勝十敗防御率4.82だぜ。 <laughs> こんなやつは上げるか普通で、ねまあ、コツコツと評価を積み重ねたからこそ今日は上がれたと思うんでねえーと現在のロッテのちょっと順位を確認していくとおい2位やん めっちゃええとこおるやん西武よりも上かいな優勝争いもしてるよね唯一優勝争いに加われてるチームだと思うわソフトバンクとのゲーム差3.5ゲーム差やからね残す54ゲーム残っているこんなクソみたいなナックルボーラーやアンダースローを上げてる時じゃないと思うんですけどもねちょっとわけわからんけど呼ばれた以上ははい あとりあえずこれからは1軍の戦いをプレイしていきますが、えー、と今回の動画はここで一区切り打って終える予定です次回の動画はまたこの7月22日から再開して、えー、どうやらこの前行けば初登板は7月28日の楽天戦ということになりそうですからね次回そちらの模様を投稿予定ですお楽しみにグググッバイマターボ